こんにちは、いじめひなです。今日はですね、じゃん、久しぶりにラティスでお買い物をしてきたので、ラティスでのアクセサリー購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はアクセサリーもいっぱい買ったし、あとはね、雑貨類でめちゃくちゃ可愛いのがね、いっぱい増えてたので、そっち系も購入してきたので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあまずはおなじみアクセサリーから紹介していきます。じゃあまず1点目はこちらのイヤリングを購入しました。これめちゃくちゃ可愛くないですか？なんかクリアのね、輪っかっぽい、まあいびつな形の輪っかに、中にね、なんかゴールドとかピンクとかのなんか入ってるんですよ。これがすごい可愛いと思って、単体で見るとこんな感じですね。すごい繊細なデザインで、で後ろはネジ式の感じのイヤリングになってます。可愛い。はい、でこれはつけてみるとこんな感じになります。めっちゃ可愛くないですか？すごいさ、こんなん300円とは思えない感じで、なんか古着屋さんとかに売ってそうな感じのさ、すごいなんかレトロで可愛らしいデザインなので、これはなんかめちゃくちゃ使えそうですし、もちろん冬も使えるけど春夏とかにも使えそうな感じのね、涼しげな感じもあるので、結構全季節使えるんじゃないかなと思ってます。これはなんか今日みたいにこういう淡い服の時とかに、淡いカラーの服の時とかに合わせたいなと思います。めっちゃいい。で大きさもね、ちょうどいい、大きすぎずちっちゃすぎずって感じが私的にはすごく好みです。じゃあ次はこちらのですね、イヤリングの4点セットを購入しました。私の大好きな4点セットです。私はラティスのこのね、イヤリングの4点セットがすごい好きで、全部違うデザインなのにちょっと統一感があって、いろんな組み合わせでつけれるのがすごい可愛いなと思って、夏の時からね、ずっとボタンとかいろんなデザインが出てるんですけど、今回のこのデザインがすごくね、タイプだなと思ったんですよ。私が特にね、好きだなと思ったデザインはここのやっぱりなんかワッペンっぽいなんか感じのデザインがついたやつですね。これがすごいレトロで学生っぽくて可愛いなと思ったし、他のね、なんかこのゴールドの細かい感じとかもすごい好きだし、色味がもう最高に私好みでした。で実はね、これと同じシリーズってか4点セットのイヤリングでね、もう一個ちょっと似たような感じで違うデザインがあったので、これもねやっぱりタイプすぎて購入しちゃいました。なんか本当にちょっとデザインが違うだけだったり、色味が違うだけだったりするんですけど、このねなんか2点の4点セットの中からいろんな組み合わせでつけたらかわいそうだなと思ってどっちも購入しちゃいましたが、どっちもすごいかわいくない？やっぱりこのね、ワッペンみたいなところがすごくタイプ。ちなみにこれイヤリングのその後ろの部分はこんな感じになってます。でね、これつけてみると、はい、こんな感じです。これ今同じね、4点セットの中から2つ選んでつけてみたんですけど、すごい可愛いし大人っぽいしさ、私が持ってる服に合いそうじゃないですか。なんかちょっとレトロだけどシンプルで合わせやすいっていうのがすごく好きなので、これめちゃくちゃ買ってよかったなと思います。でね、私はその4点セットを2つ購入したので、こんな感じでね、ワッペンみたいなイヤリングを左右ちょっと違う色味だけど、こうやってつけてもすごい可愛いんじゃないかなと思います。私こういうね、アシンメトリーな感じでイヤリングをつけるのがすごく好きなので、なんかこのね、8個の中からいろんな組み合わせでいろいろつけてみたいなと思ってます。じゃあ次はですね、じゃじゃーん、こちらまたチョーカーネックレスを購入しました。これはね、ついに可愛いゴールドのやつでね、もうドタイプな2連のチョーカーネックレスをね、見つけてしまったんですよ。買わずにはいられんかった。はい、これはアップで見たらこんな感じです。なんかゴールドなんですけど、ちょっとマットっぽいっていうかな、なんかでも細かいデザインがすごい可愛くて、このね、なんか柄の悪そうな感じが私的にはすごいタイプでした。でこれはつけてみると、今一番短いところにつけた感じでこんな感じになります。結構ね、首で止まる感じになるんですけれども、やっぱりこれめっちゃ可愛い。まあ、今着てる服にはちょっと合わないんですけれども、なんかさ、首焼きのゆるい服の時とかにつけるのが私的には可愛いんじゃないかなと思ってます。でもこういうさ、シンプルでチョーカーみたいな感じが好きです。なんか最近はここにね、グッとあるチョーカーも私はまあ好きな、こんな感じのね、チョーカーも好きなんですけど、ちょっとこう緩めにつける感じのやつが私的にはすごくタイプです。はい、じゃあ今回購入したアクセサリーは以上になるんですけれども、他にね、雑貨を3点購入してるので、それも紹介していきます。じゃあまず1点目はですね、めちゃくちゃ可愛いんですけれども、こちらのですね、ミラーを購入しました。はい、これはね、アップで見ていただくとわかるんですけれども、細かいビーズとかキラキラが乗ったミラーになります。めちゃくちゃ可愛くないですか？これはこう裏返すとこんな感じでミラーになってます。
やべ、撮影風景が丸見え。もう大きさ的には本当に手のひらサイズのミラーなんですけれども、これはめちゃくちゃ可愛いなと思って、もう一目惚れだし200円だし安いしみたいな感じで、もう即購入でした。このミラーは他にもいろんなデザインでビーズのやつがあって、もうどれもすごい可愛くてめちゃくちゃ迷ったんですけど、やっぱり私はゴールドが好きだなと思って今回はゴールドを選びました。もうさ、めっちゃ可愛くない？このなんかアンティーク感というか、なんかこのレトロっぽさが私的にはたまらなくて、これをカバンから取り出してこうやってね口紅塗りたいなと思って買いました。もうめちゃくちゃ可愛い。これはもう飾ってるだけでも絶対に可愛いし、持ち歩いててもね幸せになれるし、このミラー使ったらね可愛い顔になれそうだなと思ってます。もうそれくらい私はこういうのキラキラの感じとかアンティークの感じがめちゃくちゃタイプでした。あ、なんかね今思ったけど、これやっぱミラーがキラキラしてるからか、触ったらちょっと手にゴールドのラメがついてキラキラしてるまあいいけど、でもこの感じはすごい好きなので、多分視聴者の皆さんも好きなんじゃないかなと思います。じゃあ次はこちらのですね、巾着を購入しました。これは一番大きいサイズなんですけど、 1.400 円で購入しました。この巾着は結構ね、もう1ヶ月前くらいからずっと売られてて、ずっと気になってたんですけど、いろんなカラーがある中で今回私は多分これブラウンかな、ブラウンのカラーを購入しました。これはね、わかります？見て、なんかこうね、プリーツがいっぱいついているんですけれども、光沢があってこう光を集めてくれる感じがすごい好きなのと、このねリボンの部分のサテンの感じとかもすごい好きで、めちゃくちゃ可愛いなと思って購入しました。私はもともともう巾着がねすごい大好きっていうか、かさばらないし、でもいっぱい物が入る感じがすごい好きで、ミニバッグの時とかも絶対巾着を使うようにしているんですけれども、これも絶対使えるし、持ち歩いててもすごい可愛いなと思って、もう絶対使えるじゃないですか。でこれはサイズが多分 SML とあるんですけど、 S とかももっとちっちゃいやつで、 M も結構このくらいのやつで、 L が一番大きくて、まあ、この中だったら結構さ、メイク一式も入るし、カメラも入るしみたいな感じで、いろんな用途で使えそうだなと思ってます。実際ね、巾着自体がすごい伸縮性が結構あるので、もう本当に物はね絶対入ると思う。なんかこれもピンクとか黒とか白もあったかな、なんかいろんなカラーがあったんですけど、私的にはやっぱりブラウンがね一番しっくりくるかなと思ってブラウンにしてみました。もうこれは絶対使える、可愛い。じゃあ最後はですね、めちゃくちゃ可愛いんですけれども、こちらじゃん、ハート型のアクセサリーケースを購入しました。これは600円で購入してます。これはさ、見た目のさゴールドの感じとか、このさなんかパールの草みたいな感じのやつもめっちゃ可愛いんですけど、開けた感じもすごいね機能性が良くって、うん、はい、こんな感じです。ここに鏡がついていて、中もね2つで分かれているので、あ、ちなみにこんな感じで仕切りで分かれていて、挟むところがあるので、なんかイヤリングとかも左右平等に分けれたりとかもするし、ネックレスとかイヤリングが絡まないようにとかもできるしみたいな感じで、すごいね、あのサイズ感もちょうど良くて、もうめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思ってます。私はちょうどね旅行に行くので、旅行の時とかのためにアクセサリーを入れるのにこれを使おうかなと思ってます。で別にね、アクセサリー持ち歩かないことも出かける時なんか余裕であると思うんですけど、そういう時にはね飾ってたらすごい可愛いしみたいな感じで、見ても可愛い、使っても使いやすいって感じで、もうすごいねこれは利便性がいいと思ってます。ただね、私的にはこの草の周りにあるこの草のちょん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 みたいな感じのやつもすごいたまらなく可愛いと思ってます。はい、ということで今回のラティス購入品は以上になります。もうどれも全部めっちゃ可愛くないですか？ラティスも本当に1ヶ月以上ぶりに行ったんじゃないかなと思うんですけれども、また新しい商品増えてたし、雑貨類もねどん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 可愛いのが増えてて、なんかね私チャームもめっちゃ買うか迷ったんですけど、もうこれ以上買っちゃダメだと思ってやめたんですけど、それも本当に可愛かったので、ぜひチェックしてみてほしいなと思ってます。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか？ラティス行ってみたくなったとかね、アクセサリー可愛いって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。ラティス行かない、アクセサリーつけないって思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。